で、ここが肝臓、そしてここが これが、MRI を用いて、マウスの肺を映したものになります。で、この青色の部分が、線維化の場所で、このように、MRI を用いて、線維化というのを世界で初めて造影剤なしで可視化することが、できたんです。なので、これを応用すれば、人の診断、新しい診断方法の開発というところにつながるかもしれないです。ここが肺、こちらが肝臓、ここを真ん中を通っているこの明るいところが脊髄になります。